1894年日清戦争が起きました。これがプリント79の1番に、ね、年号を入れてもらいたい。年号をこれを覚えましょうということですね。ここから点々点っていう点線で丸6までぴったり10年なんですね。まずちょっと飛ぶんですけど、6番の年号を入れたい。日露戦争が起きたのは何年ですか？正解、ね、1904年。この2つね、覚えやすいと思うので覚えてください。じゃあここからここまで一体どのようなことが世界で起きていったのか、そして日露戦争になっちゃったのかということを今日はやりたい。日清戦争の後どうなったかっていうのいきますよ。日本は日清戦争に勝って条約を結んだ。この条約を何条約というか。正解、下関条約。下関条約は日清戦争が来た翌年に結ばれましたので1895年ですね。プリント79の日清戦争からこっち左右か右側に行くと下関条約ってあるよね。こっちのラインをまずやりたい。下関条約年号が入ってないんですけど1895をぜひ入れましょう。翌年に下関条約です。下関条約の中身を少し復習したい、はい、どこの独立を認めたんでしたっけ。朝鮮。朝鮮は独立した国だからもう朝貢とかはやらないでくださいねということが確認されたということです。朝貢しない独立国なので名前を変えようということで、実は名前が変わります。一回78戻っていただいて、下関条約、朝鮮の独立を認めるの横に、まあ、大韓帝国というふうにね、名前が変わったというのをぜひ書いておいてもらっていいかな。朝鮮という呼び方から大韓帝国、韓国と呼ぶようになります。ここから、ここの部分で、これ厄介なの、また朝鮮という呼び方に戻るんですよ。そういうことがあるんだこの国は。そこに日本がすごい関わってるんですけどね。下関条約の確認をもう少しします。どこと台湾と澎湖諸島が日本のものになったか。その通りですね。両島半島は日本もらったんだよね。一回もらいます。はい、両島半島の場所地図で選べますか。両島半島はどこかわかるかな。大丈夫大丈夫。ここね、これ両島半島です。台湾の場所分かりますか。台湾も日本のものになったんですけど、台湾はここ、ね、台湾とここ中国大陸の間にあるのが澎湖諸島ですね。台湾ずっと日本のものだったの知ってた。台湾代表で甲子園出てる人とかいるんだよ、太平洋戦争終わった後にね。それまでここは日本でした。はい、ちょっと一回戻るよ。下関条約戻るね。清は日本に何を支払うことになりましたか。お金。戦争に負けて支払うお金を何金というの。そうですね、賠償金を支払うことになった。賠償金何テールか分かる人。そうね、2億テール。2億テール日本円にすると何円だったっけ。そうですね、3億1000万円をね、賠償金としてもらうことになった。よし、結構金ももらったし、両島半島も台湾ももらったし、うまくいったぜというのが日本のね、状況です。下関条約で日清戦争に勝ったし、うまくいったな。これ面白く思わないのがどこかというとロシアですよね。日本ちょっとやりすぎだろう。ちょっと待て、その下関条約1週間後に行ってきます。早いね、素早い。でロシア1カ国だけじゃなくてフランスとドイツも一緒にやってきた。3国でよ、ね、みんなで日本にそれはやめた方がいいよ、ちょっと待ってって言いに来たということになりますね。この3国が日本に勧告してきたわけですね。やめた方がいいですよって言ってきた。これを何と呼びますかと。そう、ね、これ三国干渉と言います。三国干渉でロシアなど3カ国は日本に何を返せって言ってきた。そうですね、両島半島を返しなさい、返した方がいいですよって言ってきた。
さあここで日本は考えたということですね。この時の日本の外務大臣誰だっけ、わかる人。三国干渉を、ね、受けた時の日本の外務大臣は誰だった。そうですね、陸奥宗光ですね。ですよ、日清戦争、ね、直前で条約改正成功したのも、日清戦争に勝った後下関条約の時もこの人いるのね。これ言ったっけ、これ言ってないかな、なんか176ページこの絵、陸奥宗光がいるの分かります？陸奥宗光、下関条約出てますね。ここ陸奥宗光いるんだよ、向こうの席の左から2番目ぐらいのところね。こっち側の席に座ってるのが真の代表団だよね。この真の代表がね、李鴻章、はい、陸奥宗光と伊藤博文が座ってるの分かります？伊藤博文と陸奥宗光が下関条約、日本の代表。まあ別に覚えなくてもいいけどね、はい。だからこの間の外務大臣、日本の外交をね、取り仕切っていたのが陸奥宗光で、下関条約を結んでよっしゃと思ったら三国干渉を食らう、うん、どうしようと陸奥は考えるわけですね。でそんなね、ロシアとか戦争に直接関係ないのに横から口出ししてきて両党半島改正というのは、国際的に言ったらね、かなりもう無茶、なんていうの、理不尽。そんなこと他の国が言う筋合いじゃないでしょうって言うんだけど、じゃあロシアとフランスとドイツ相手に喧嘩して戦争にでもなったらどうするんだと、今の日本の軍事力で勝てんのか、冷静に考えれば勝てるわけがない、やれば負けるに決まっている。これが分かっていたのが陸奥。本当に悔しいけど、ロシアの言ってることはむちゃくちゃだけど、現実的に考えるならば受け入れて返す以外に道はないなということが判断できたということですね。これが判断できずにむちゃくちゃな戦いに突っ込んじゃったのが昭和の日本、明治と昭和はちょっと違いがあったのかなという話ですね、はい。悔しいけど返した、返したけれど日本には何があったかというと、お金が手元に残るのね。これが大事。日清戦争勝ったんですけど、1万4000人の人が死んじゃったっていうことがこのグラフから読み取れますよね。じゃあ日清戦争で使ったお金は何億円だったか分かります？何億何千万円だったか。その通りですね、2億3000万円使って日清戦争に勝ったわけですね。お金の話をしますよ。日清戦争に勝っていくらもらうことになったの？何円もらうことになった？さっき答えてもらってね、2億テールもらうことになった。2億テールは日本円にして何円だっけ。3億1000万円もらうことになったんだよね。こちらをご覧ください。もらった賠償金の総額3億6000万円となってますね。あれ5000万円合わないね、計算が。3億1000万円なのに総額3億6000万、5000万円増えてますね。どこで増えたか、いつ増えた、はい、そういうことですね。悔しいけれど返した、5000万くれっつって最後5000万ももらってきたということね。だからプラス5000万で3億6000万新からお金をもらったということになります。計算をしてみましょう。使ったのが2億3000万、もらったのが3億6000万。戦争に勝つとお金が儲かる、言い方はちょっと正しい言い方かどうか分かんないけど、戦争に勝ってお金が増えたという経験を日本はしたわけですね。ここ重要。日清戦争は勝った、悔しい思いして両党半島は返したんだけど、お金が手元に残った。3年分以上の国家予算が手元にあったということですね。で日本はどう考えたかっていうと、本当に悔しいけれど返す、両党半島をいつか奪い返す、価値さえすればお金は増える、だから今回もらったお金は次の戦いのために使ってしまって構わないって考えるわけですね。またプリントで言うと79に戻りますね。日清戦争、下関条約、三国干渉、悔しいけど返す、じゃあ残ったお金は、残った賠償金は何に使おうということになった。ルヨン番、
その通り、軍備の拡張に賠償金をつぎ込んでいくことになります。次勝てばお金は戻ってくるんだ、勝ちさえすればいい、そのためにはお金を軍事力に、軍備に使ってしまおうということにしたわけですね。はい、3億6千万の 85% ぐらいですかを軍備の拡張に使っていったということになります。この話はしましたっけ。遼東半島帰ってきてよかったね、秦。誰のおかげ？ロシアのおかげです。それが分かっているならいいよ。ところで2億テールどうやって払うの？ちょっとお金が足りなくて困っていまして。よかったらロシアが貸そうか？貸していただけるんですか？ただで貸すわけないだろう。遼東半島をロシアによこせということが行われたということですね。え、ロシアがそこもらうの？じゃあドイツはここが欲しい、イギリスはここが欲しい、フランスはここが欲しい、日本もここが欲しいって言って、次々と、中国をね、ピザを切り分けるように列強が奪っていったということになります。ここから今日また新しい話になってくるので、もう一回集中力を高めてください。はい、今だから日清戦争の後、日本の話をずっとしてきたんだけど、中国、清の話に行ってみたいと思いますね。日清戦争で負けたら清はこう切り刻まれてどんどん奪い取られていく、ふざけんなよということで清の民衆が反発を起こしましたということになります。この時起きた清の民衆反乱を何と呼ぶか。はい、正解、これ義和団事件と言います。義和団の説明をしたい。義和団というのは一体何かというと、義和憲法を使う人たちの集団だと思ってください。義和憲法って分かります？憲法って分かるよ、あの少林寺憲法みたいなね、カンフーですね、あちょーって言ってね、あの戦うんです、この人たちは。剣術とか槍とかね、こういうの使ってね、キューってすごいんですよ。義和憲というのを調べてみてください。なんかね、あちゃちゃ戦うんですね、憲法で。でこの憲法を使う武術集団の人たちがいたわけですね。でこの人たちが、外国に切り刻まれて奪われていく清をね、見捨てるわけにはいかないと。俺たちの国なんだから自分たちで守って、自分たちで奪い返すというふうに考えるわけね。これを不清滅用と言いますね。教科書線引いてほしいところがあるんですけど、178ページの上から3行目、不清滅用という言葉に線を引いてください。これが義和憲法を使う義和団の合言葉でした。不清滅用、不清の不っていうのは助けるという読み方をする。清を助けて、滅用は分かりますよね、西洋を滅ぼす、秦を助けて外国勢力を打ち滅ぼすという意味ですね。この義和憲、義和団の人たちはまずどこを襲ったかというと、外国のキリスト教の教会が建ててあったのね、それを襲います。どの辺かっていうとね、ここドイツはここもらうって言って、ドイツのあたり、ドイツが取ってたあたりにドイツ人がこう移り住んできて、あのキリスト教の教会建ててね、お祈りとかしてたんだって。あんなのおかしいだろうと、ここは中国なんだから出ていけって言って、義和団の人がこれを襲って、憲法でありゃーって言って殺しちゃうというね、そういう事件が起きちゃったんだ。そしたらね、中国清の人たちはよっしゃー、強くやってくれた義和団ということでね、盛り上がっちゃうわけですね。外国を追い払おうって言って、でこの武術集団に俺も入れてくれ、俺も入れてくれって言って、武術集団にこう加入する人がどんどん増えていった。でようこそと、義和憲へようこそと、義和憲の神髄を身につければどういうことができるかご存知ですか、外国の撃つ鉄砲の弾を避けることができますっていう話になってくるらしいんですね。え、そうなんですかって、じゃあ俺もちょっとあの入門したいっていう人がどんどん出てくるんですね。女子も大歓迎ですっていうわけね。女子が義和憲を身につけるとどういうことができるかというとね、空中を飛べますとかね、水の上を歩けますとかね、いうことになってくるんだって。え、本当ですかと、その技術を使って外国を一緒に追い払いましょうとか言ってね、
見る見るうちにこの義和団がすごい人数が増えていくわけですね。20万人の集団になったと言われてますね。で、20万の集団がこの辺りでドーンと増えていって、どこを目指したかというと北京に行くわけです。北京というのはどういうことかというと、皇帝がいるわけですよね。ね、いいですか。で、ここ行くわけですよ、20万の義和団が。不信滅用って言って、で、ここ皇帝のいる王宮がすっごい広い敷地であるんですけど、その敷地の端っこの方に外国の役人が集まっているエリアがあった。公使館が集まっている、公使館っていうなんか外務省の役人がここ行くわけですよ。で、フランスはここのね権利をもらったとか、なんかこういうことをやる役人がいっぱいいるわけですね。で、外国からここに住んで、ここにずっと住んでなきゃいけないんで、家族も一緒に住んでたんで、フランス人、イギリス人、日本人、スペイン人、ドイツ人、イタリア人とかね、各国の公使館がここに集まっている。この公使館のエリアに大体400人ぐらいの外国人が住んでいたんだそうです。中の生徒全員分ぐらいの人たちがここに暮らしながら、外国のね、役人の仕事をしていたと思ってます。で、すぐそこにあの皇帝が住んでるエリアがあるわけですからね、ここは仕事やりやすかったわけです。ここに義和団が押し寄せるわけですね。外国人があそこにいるぞ、外国人追い出せよって、不審滅よって言ってね、あちょーって来るわけですね。で、これ取り囲むんですよ。20万人が、400人対20万人ですよ。で、どうなったかというと、おい、あの外国人をやっつけようぜとか言って、ちょっとね、あの抑えの効かない人はね、あーとか言ってやっちゃうわけですね。それに対して外国の方も鉄砲でバーンとか言って応戦しちゃうわけですね。これで両側に死者が出るという事態になる。よくもやってくれたなって、お前たちの方こそ先に手出したな、俺はバーンとか言ってね、あちょーとか言って始まっちゃうわけですよ。あ、憲法ですからね、義和憲ですから、ね。で、死者が出たと。20万人が取り囲んで、ここから脱出することもできない、立てこもっている400人がどうするんだということで、こうなるわけですね。列強が400人立てこもっているあの人たちを救い出さなければならないと言って、本気の軍隊を送り込むと。9カ国の連合軍が送り込まれますね。なんでインド人がいるんだ、なんでインドがここに入ってくる必要があるんだ、インド関係あるっけ。インドはイギリスの植民地、イギリスの言うことを聞いて兵隊にさせられていたって話があったでしょ。イギリスがだからインド行くぞって言って、ああ分かりましたってついてきたということですね。最も多くの兵隊を送ったのが日本軍だそうですね。で、義和団をやっつけるぞっつって、本気の近代的な軍隊とかダダダダダダダとかやると、さすがにね、義和圏通用しないんでね、あちゃーってやられちゃうわけですね。避けるぞって言ったら、あーって撃たれてやられちゃうというね、いうことですかね、はい。で、王宮が、列強の連合軍に占領されてしまうわけですね。ここでね、あのなんか皇帝にこうやってね、あの頭下げてた場所ですけれど、中国のこの権威というものが列強の軍隊に踏みにじられていくということになるわけですよね。中国の歴史も列強の近代的な軍隊の前には、ね、屈しざるを得ないということになるんでしょうか。義和団はこれによって完全に粉砕される。そして、その中国の王宮の周りには、今後こういうことがないようにということで、各国の各列強の軍隊が、数百人規模の軍隊が、その国ごとにね、置かれるという、常に外国の軍隊がパトロールをしている状態になっていってしまうわけですね、皇帝の宮殿がね。で、じゃあそのパトロールする軍隊だけ残して、残りの兵隊はじゃあ帰りましょうって言って、ほとんどの国はもう引き上げるわけなんですが、一カ国だけ帰ろうとしない国がいる。どこか、ロシア。最初1万人ぐらいの軍隊を差し向けていて、じゃあ帰りましょうってみんなが言ってんのに、1万人がずっと帰らない。どころか増える。3万人になってるぞ、いつの間にか。5万になってるぞ。10万、30万、50万。どんだけ増えるんだ。ロシアがどん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 軍隊を増やしていく。この地域をね、満州って言うんですけど、満州にロシアが軍隊を差し向けてくる。ドン、
ロシアがここを占領しているぞと、ここと思ってください。って世界中がやばいこれはという空気になるわけですね。わかりますよね。ロシアがここにすごい人数の軍隊を送り込んでるぞ、ロシア帰らせないとまずくないって、国際的にちょっとこれは危ない状況だよねと、誰がロシアに言うんだよっていう話になるのね。ドイツが言えよ、三国干渉一緒にやっただろう、やだよ。フランスが言えよ、イギリスが言えよ、やだよ。うちはロシアとなんかややこしいことになりたくないんだよ。じゃあお前が行けって言って、ここがロシアと戦うことになるわけですね。いい、この流れ、はい、これが178ページの図。この図にそれぞれ何の国かまた書き込みましょう、ね、この国はどこですか。そうですね、これがロシアですよ。これロシアはっつって、軍隊増やして何か悪いことでもありますかっつって、言いたいことはあるんですかと言ってね、あるよって言って、これ後ろから押されてね、ロシアに行ってる国はどこ。日本。そうですね、これ日本ですね、はい、日本を後ろから押してるの、これどこ。二択にしようか、アメリカとイギリス、どっちだ。これイギリス、イギリスが直接日本を押したと思ってください。後ろで赤いストライプ、青いジャケットということは、これはどこの国の旗を表してるんでしょうねって。そう、こっちアメリカ、いい、イギリスは直接日本を押します。何で押したかというと、同盟を結ぶわけですね。軍事同盟っていうのを結びます。これで日本を押します。おら行け、何かあったら助けてやるから大丈夫だよ、信じろよ、大丈夫だよ、おいって押したのがイギリス。後ろでお金渡してやるから、金ないんだったら貸してやるよって、金貸してくれたのがアメリカだと思ってます。お金、軍事同盟、軍事同盟をイギリスと結んだ、イギリスと結んだ同盟をなんていうか、その通り、これ日英同盟というわけですね。でイギリスが後ろから押す同盟で、アメリカがお金を、じゃあしょうがね貸してやるよって貸してくれる、もう戦争に行くしかないな。1904年、いよいよシベリア鉄道が開通しそうです。寒いので、ここシベリアの一番寒いところ、ここだけ工事がまだ間に合ってない、ここだけ開通してない、ここまでできていると思ってます。ここが開通しちゃうと、モスクワにいる400万のロシア兵がこっちにやってくることができると思って、今まだ5、60万だ、日本も5、60万は持ってる、今なら五分と五分、開通しちゃうと絶対歯が立たない、数で負けちゃう。ここの氷が溶けるのは今年の夏だ、1904年の夏だ。夏前に勝負を決めないと手遅れになる。1904年のまだ寒い2月、両島半島はロシアの手に落ちていた。いいですよね、清から奪い取っているのね。両島半島の先に旅順というすごい港があるわけ。ここにロシアの軍艦がうじゃうじゃたくさんいた。これをロシア太平洋艦隊って言うんですけど、こんな話次やりますけど、ロシアの軍艦がたくさんいた、ここにそーっと日本の軍艦が近づいていく、ね、1900年2月の月の出ていない新月の夜、真っ暗闇、ね、もうすぐ夜が明けるというね、その時間帯にスーッと行って、ね、魚雷発射用意、撃て、キュッ、魚雷ってわかる、水の中をシューっていく爆弾ね、これを撃つわけね、両島半島にいるロシアの軍艦に。そしてシュードカン、日本がやってきたぞーつって、本日より日本とロシアは戦争状態に入るということで、ここから戦争が始まるわけですね。この戦争を何戦争というか、はい正解、これ日露戦争、日露戦争。まあ今日はここまでで、大きな戦い3つあります。これ次回説明させてください。日清戦争と比べ物にならないぐらいたくさんの人が死に、たくさんの金をつぎ込んだ戦争となりました。日露戦争って言ったってね、そんなたくさん人が死ぬんだからよくないよって言って、戦争に反対する歌を発表した人がおりました。この人の名前はわかる？そうですね、与謝野晶子さんという人が、君死にたもうことなかれと、弟が戦争に行ったんでね、どうか死なないでくださいって、君っていうのが弟のことね、
弟よ死なないでくださいっていう歌を作ったということです。ノートを書きましょう。今日ここまで。